問題提起をしたことが昨日の参議院の委員会の中でも集中的な議論が行われました。一つには内閣総理大臣こそ憲法を守らなければならない、最も遵守しなければならない立場の人間が憲法の改正を言及するということについて指摘がありました。加えて昨日信州大学のシンポジウムがございまして、憲法学の教授である成澤貴人教授からは憲法違反の安保法制を作ろうためにこの憲法の改正ということについて言及をしたのではないかという指摘が行われました。いずれにしましてもこの日本が安保法制を作り、いつでもどこでもアメリカと一緒に世界中どこでも戦争ができる、そういう国になってしまっているわけですけれども、しかし憲法9条の精神を守り発揮させるためには何よりも平和的な外交を行う、このことにこそ日本は力を入れるべきだ。例えば昨日韓国では朝鮮民主主義人民共和国に対して大和的な政策を取るであろうと思われる大統領が誕生いたしました。朝鮮半島の緊張を緩和させる、これは日本がかつて侵略戦争を行ってきた歴史から考えれば日本が行わなければならない歴史的な使命があるというふうに思います。そういう意味で安倍総理大臣は何よりもこの朝鮮半島の緊張緩和ということについてもっと力を発揮すべきだ、日本の立場として行うべきだということをまず申し上げて上で、共謀罪の問題について次にお話をさせていただきます。この共謀罪、いわゆる共謀罪は組織的犯罪処罰法の改正案の中に新設をされる新たな犯罪の要件です。これまでに3度国会に提案をされましたけれども3度とも廃案となりました。でその理由は日本の刑法が実際に犯罪を犯さない限り逮捕し処罰をしないということを基本原則としていた、それは憲法が国民の自由を最大限尊重をしなければならない、この要請に応えているものであるからであります。しかし共謀罪は実際に犯罪をする前に共謀をした段階で逮捕し処罰することができる、そして今提案をされている中身はこの共謀罪という言葉をテロ等準備罪というふうに名前を変えてはいますが、しかし中身は共謀罪でございます。マスコミ各紙もこの表現については四苦八苦しているようでございまして、信濃毎日新聞は換気括弧付きで共謀罪、あるいは NHK はテロ等準備罪いわゆる共謀罪などというふうに言葉を使い分けてはおります。しかしこの共謀罪、何をもって共謀とするのか、何が組織的犯罪集団なのか、そして具体的な準備行為とは何なのか、その全てが曖昧です。例えば何をもって共謀とするのかということに関して言うと、その場に居合わせてうなずいただけ目配せをしただけでも共謀になる、 LINE やメールも共謀の対象になり得る、そして組織的犯罪集団に至っては一般の団体であったとしても組織的犯罪集団に一変しうる、あるいは一般の市民も当然捜査の対象になる、そして具体的な準備行為も ATM からお金を下ろすことが準備行為だというけれども、夕飯のおかずを買うためにお金を下ろしたのか、凶器を買うためにお金を下ろしたのか、こんなことはわからないわけであります。つまりその要件が全て曖昧であるわけです。この曖昧であるというところに実はこの共謀罪の危険な狙いがあると言えます。つまり、テロ対策だとか組織的犯罪集団対策だとかっていうふうに言ってはいるけれども、その内実は一般市民をしっかり監視の対象下に置くということに狙いの一つがそこに隠されているわけであります。実は盗聴法という法律がございます。これ秋に改悪されまして、それまで中心
通信事業者の施設内で通信事業者が立ち会いのもとで通信傍受ができるという法律でした。しかし昨年秋、改悪がされまして、警察署内で通信事業者が提供する通信データを傍受することができるように変わった。それまでの組織的な犯罪だけではなく、一般犯罪もその対象となることになりました。ただ、現在のところ、LINE だとかメールだとか GPS だとか、こういったものは今のところは捜査の対象にはなっていません。しかし今後必ず277の共謀罪の対象犯罪のへの拡大とともに、メールや LINE やあるいは GPS といったことも通信傍受、盗聴法の対象に必ずしてきます。これによって一般の普通の市民社会も警察によって監視下に置かれるということになるわけであります。極めて国民の自由が束縛される、侵される中身につながっていく共謀罪であるだけに、戦前の治安維持法が思想信条の自由を縛り、集会結社言論表現の自由を奪って、そして戦争に突入をしていった、政府に対して物を言う人間を治安維持法によって縛り上げていった、その歴史を踏まえれば、私たちは今ここで踏みとどまり、共謀罪によって国民の自由を奪うなという声を上げていかなければならない、そのことをお訴えを申し上げました。今衆参両院では3分の2を与党が占めています。国民の声でしか今共謀罪を止めることができません。どうか共謀罪の問題について関心を持っていただいて、一体何が始まろうとしているのかということについて、ぜひともご議論をいただきたいということを最後にお訴え申し上げ、社民党街角トーク塚間西交差点からのお話を終わらせていただきます。ご清聴賜り誠にありがとうございました。